忘れられたリアリティを探そうと思って人ん家の風呂、自分の T シャツとか、親戚に一人ぐらい困った人いるじゃないですか。いつ募集しても来なさそうだよ。こんにちは。びっくりさせちゃった。デイリーポータルセット反省会です。小金です。そしてはい、岡田です。はい、よろしくお願いします。すみません、岡田さんです。今日来られるのはこの人。はい、林です。よろしくお願いします。全然怒ってないですよ。皆の衆全然怒ってないですよ。怒ってないですよね、うん、優しく、ものすごく寛容ですから。そして問題の記事ははいこちら、うん、千葉のおじさんマップ、うん、これは結構温めてた企画なんですよ。ずっと言ってたんですよね。ずっと言って、いや千葉のおじさんっているじゃないですか、親戚に。親戚のおじさんのことを地名で呼びますよね。わかります、うん、岡山のおばあちゃんです。あ、そうです、そうです、そうです。そうで、千葉のおじさんってみんな言うけど、みんな千葉のおじさんって違うんですよね、その人によって。すっげえ目キラキラしてくる。だから、うち、俺が思う千葉のおじさんは、白髪でちょっとインテリなんですけど。特定のあの人が出てくるんですよね。うん、そう。あ、でも、うん、よそのうちの千葉のおじさんは、ヤンキーかもしれないですよね。うん。こういう千葉のおじさんもいるんだ、みたいな。ああ、こういう。じゃあ、それこそなんか、その、青森のおばさん、うんうん、の前にまずは千葉のおじさんから手をつけようっていう、割と壮大な計画の第一歩だった。そうそうそう、でそしたらまあ10人ぐらいしかちょっと意外じゃないですか、この千葉のさん。あ、そうですね、お兄さんって感じしますけどね。そうですね、うん、若いですね。実家の LP ガス屋さん。あ、これはこれゲーム作ってる千葉のおじさん、はい、ああ荻原さんですね、うん、はい、これはこれはいい千葉のおじさんですね。そうですね、シェフ、うん、これはなんか肩に袋を乗せてる千葉のおじさん。これは無職の千葉のおじさん。いろんな千葉のおじさんがね。ちょっと無職のおじさんもう一回見たい。この前に実家箱っていうのをね、集めたんですよ。うん、あの実家のテーブルの上に、なんかリモコンとかハサミとかが突っ込んである。ああ、あるやつだ。籠、うん、軟膏とか。和紙とか貼ってるんですね。そうそうそう。うん、あれをね、あの、集めたんですよ。で、それは、すごいうまくいって、めちゃめちゃ来たの、いっぱい集まったで、これに気を良くして俺のこう、なんか忘れられたリアリティを探そうと思って、郷土料理みたいなもんですよね。そうそうそう、うん、店では食べられない、うん、そうそうなんか他にないんですか。人ん家の風呂ですね。風呂は、ああ風呂にあるものとか、うん、デイリーポータル始まった時に風呂やってるんですよね、うん、人ん家の風呂を見せてもらう企画って。そうそうそう、お、家のものって見る機会ほんとないですよね、人んちのものって。二軍の T シャツとかですか。あ、二軍の T シャツ、うん、あるあるある、うん、二軍の T シャツか。三軍ぐらいまであるの。いや、 T シャツは結構だいぶ層厚いですよね、うんうん、で最後部屋着ですもんね。そうです、うん、あとこれで前にやったのが、はい、広瀬おじさん集めましたね。ああ、また広瀬おじさんいましたね。親戚に広瀬おじさんいるじゃないですか、一人ぐらい、うん、うん、の困ったエピソードみたいな。そう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 、おじさんの困ったエピソード、うん、親戚に一人ぐらい困った人いるじゃないですか。いますね、うん、協調性のないという、はい、そうそうそう、うん、仕事転々としたりとか、うん、あの授業を失敗する、そうそうそう、あれやっぱりちょうどいいですよね、うん、不幸がちょうどいいですよね。自分の身内の話だから誰にしてもいい し、いいし、自分の父親とか兄弟がちょっとシリアスすぎるってことね、うんうん、でも一言感的にちょうどいいってこと。女癖の悪い親戚のおじさんとかちょうどいいじゃないですか。ちょうどいいですよね。面白い話聞けて、面白い話聞けて、募集しても来なさそうだよ。俺昔ので言うとちょっと見てきてとかすごいですけど。ああ、ありがとうございます。あれはね、いい企画でしたね。うん、今あれ NHK がやってますよ。NHK がなんかああいうテレビグループっていうアプリ出してて、うん、で番組ごとにボロボロのスニーカーを集めてくださいとか。桜前線を集めてくれとか、社長のご飯とか集めてくれって言って、それがそれぞれの番組で使われるんですよ、サラメシとかで。目が怒ってるよ。いや、で、NHK の人もね、なんか、デイリーのその企画知ってて、2回の企画があったのは知ってましたって。別に真似して怒ってるとかじゃなくて、黒林が出てくる。いや、アプリだし、いや、いい企画だと思って。うん、あれ、あのアプリ使えばいいかよかったかな。あれをね、使って、そう、これに関してはあれだけど、はい、千葉のおじさんは NHK が集めたらきっとすごい集まりますよ、うん、暇な時に眺めてみたいな感はある。千葉のおじさんはね、うん、そうですね、千葉のおじさんは宇宙って書いてありますから、うん、言い過ぎだよ。本当だ。壮大な話になったけど、でもまあパラレルワールドって、そうですね、あの、そうです、千葉のおじさんはそれぞれに
それぞれ千葉の、それぞれの千葉のおじさんがいるわけですよ。こう、なんつうの？パラレルワールド？ちょっと今。そう、パラレルワールド。千葉のおじさんごとに世界が。同じ名前なのに。そうそうそう。まあ。いや、これずに続けてほしい。そうですね。はい。ありがとうございます。というわけで、リポータル Z 反省会、今回はここまでです。岡田さん、ありがとうございました。こちらこそ、お邪魔しました。